吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は早めに家に帰ってまいりました。明日に備えてのことです。3月9日に町田の市議会が始まりまして、この3月の30日までの日程です。今期は予算審議を先に終えまして、ただいま一般質問に入ったところです。一般質問というのは、議員がこの行政に対して自由に質問を行う制度です。この今回の町田市議会の一般質問、27人の皆さんが質問します。私は議長とともに今の副議長というポジションですので、質問を行うことがありません。今日一般質問が始まりまして、ちょうど議長としばらくの間交代いたしまして、議長職を務めさせていただきまして、初めてこの席に上ってみますと、また今まで自分がずっと質問しておった状況とは一変しまして、この議員の皆さんの質問がスムーズに進みますよう、行政の答弁がきちんと行われるようにするのが自分の役割というふうに認識しております。ある意味、非常に緊張した一日でした。さて、インターネットの中継ではどんな感じに現れているでしょう。もうおそらくこの時間には放映が始まっていると思います。どうぞ町田市議会のインターネット中継、そちらをご覧になっていただきたいと思います。お願いいたします。